どうも、峰本です。このチャンネルでは、太陽光発電の科学、経済、そして未来についてお話しします。で、今回も引き続き、産業技術総合研究所、AIST の桜井圭一郎さんにお越しいただいています。桜井先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さてと、まあ、今はこう、主にかけるお金とか普及ペースのお話をしましたけれど、今度はもっと技術的にどのように上手に使えばいいかというお話をします。太陽光発電、あるいは風力発電もですが、ご存知の通り、天候によって、あるいは時間によって、出力が変わります。ね。で、こんな出力変わるもの使えるんかという意見もよく見られますね。結論から言いますと、使えます。使えると。はい。でも何も考えずに、電力系統につないだらダメです。ちゃんとそれはそれなりに工夫をしないといけません。上手な使い方というものがあります。で、その使い方ですが、まあ、一口で言うとめんどくさいです。時間もかかります。でもできます。で、この上手に使う方法なんですけど、複数の手段を組み合わせないといけません。で、まあ、わかりやすいのは出力予測です。なんか、物々しい言葉ですけど、要するに天気予報を使うわけです。なるほど。だって今時天気予報あるじゃないですか。明日晴れるか、曇るか、雨が降るかぐらいは、割と当たりますよね。それを使えば、明日太陽光発電がこの時間にどれぐらい発電しそうかっていうのは大体見当がつくんですね。なるほど。はい。風力発電も割と見当がつく。そうすると、まあ、確かに変動はするけど、明日のこの時間は太陽光と風力でこれぐらい発電してるはずだ。じゃあ、あと足りない分、ちょっとだけ火力発電を動かして、で、残りの火力発電をもう寝かしておこう。そんな判断ができるようになります。なるほど。で、また、そうやって太陽光発電が、まあ、例えば明日昼、晴れてるからたくさん発電するぞ。昼間は電力が安くなるぞって分かってたら、じゃあその安くなる時間にみんな電力使おうぜっていうことができます。なるほど。需要の制御、需要の能動化って言いますけどね。そういうこともできます。今の時点では火力発電もまだ残ってはいますから、こう、その運転する量を減らしても、こう、例えばちょっと夜になって風も弱くなったような時にだけ出力を上げる。そんな使い方もできますね。そういうふうに今ある発電所もうまく、その、太陽光や風力を補うような使い方をすると。で、そのように、いろんな手段を組み合わせますと、蓄電池なしでも、例えば太陽光や風力だけで年間の国の電力の3割とか4割を賄うことは十分可能というのが今の世界の一般的な結論です。なるほど。なるほど。結構ですね。今って1割ぐらいでしたっけ？今はまだ日本は1割ぐらいです。それがまだ2倍、3倍いけるっていうことなんですね。そういうことです。蓄電池なしでも。そうです。あ、こういう時に、やっぱり AI みたいなのがいるんですかね。そうですね。AI もあるといいでしょうね。その、需要を出力予測もそうですけど、需要もやっぱり予測しないといけないので、その、例えば予測の、あるいはそれに合わせた発電所の制御のところで AI が活用するところもあると思います。なるほど。まあ、やっぱり面倒なんですけど、その蓄電池みたいにコストがかかるものを使わなくても、これぐらいなら、とりあえず太陽光や風力を増やしていくことはできるはずですね。なるほど。ただ、上手に使うというのが肝です、ね。上手に使うためには、送電線や配電網を、今よりも強化しないといけません。これはまあ一口で理由を言いますと、今までとは違う場所に全然特性も違う発電所をいっぱい増やすからなんですね。当然電力の流れ方が変わるので、それに合わせて送電線も増やしたり、まあ場合によって配置を変えたりとか、そんなこともしないといけません。もしこうなった場合に、この送電線のお金って誰が払うんですかね。これはやっぱり電気代、結局はまあ電気代の一部ということになりますので、電気代に乗せ、例えば電気代に乗せて徴収する。あるいはもう一遍国が、その税金を使って、もう国債でも何でも使って建設するということになりますね。なるほど。はい。でもそれだけのお金と手間をかけても、やっぱりそれ以上に化石燃料の、リスクや、そのために払うお金を減らせるので、長い目で見れば、やっぱり元が取れると。そういう話ですね。なるほど。でもまあ、さっきも言いましたけど、送電線を建てるにはもう10年以上の年月がかかったりします。景観に影響したりしますので、反対運動も起きたりもしますから。まあ、そういう場合にはもう、最悪地下を埋めて通すとか、そういうこともありますね。まあ、それでもやっぱり全体で見ると、経済的にも元が取れる話ですんで、進めていくことになりますね。これは結
構この例で言うと長い距離行ってますよね。パッとわからないんですけども、これは数百キロ行ってるんでしょうか。ね、そうですね。ドイツの、これドイツの例ですけど、ドイツは例えば北部では風力発電の資源が豊富なんですね、はい。いっぱい発電できる。はい、もう電力をいっぱい使うところはドイツの南部に集中しているので、うん、北部から南部に送る電力量が増えるので、このように南北の送電線を増やすという話になっています。でも実際建設を進めています。うん、はい、うん。ドイツに限らず、ヨーロッパ全体でもやっぱり送電線をどんどん増やすと。いう方向になっています。さっき言った需要の制御の話ですけれど、例えばですね、太陽光発電が増えていくと、1日のうちで、こう、電力の価格がどう変わるかという一つの例です。これはドイツの例なんですけれど、太陽光発電が年とともに増えていくに従って、この色で示しているように、最初はこう、真っ昼間が一番電力の価格が高かった。要するに、こう、需給が一番厳しかったところが、太陽光発電が昼間に発電するようになったので、昼間の電力の値段がどんどん下がっていった。ああ、なるほど。これ面白いですね。こんなはっきり出るんですね、うん。そう、これ年間通しての平均だともう昼間がどんどん安くなってきて、うん、むしろ夕方の方が高くなってきた。あ、太陽光の発電がないから。そう、太陽光の発電がなくなって、で、夕方みんな家に帰ってこう料理とか始めるんで、電力の需要が増える時間帯が一番高くなってきた。うん、このように電力の値段が全体的に変わっていくので、電気の使い方、要するに生活のリズムも変わっていくと、自然と変わっていくということになりますね。うん、なるほど。はい。だから今まではこう昼間を避けていたのを、むしろ太陽光の発電が多いときはもうもっと安くなるので、うん、昼間に狙ってこう電力を使うと、うん、日本で言えば電気自動車の、充電とかエコキュートの運転を昼間にやるようになるんじゃないかと思われます、うん。でですね、さっきちょっと太陽光ばかり増えて、アンバランスになったという話をしましたけど、はい、太陽光ばかりだと何が問題かと言いますと、うん、余るんですよね。うん、ぶっちゃけ。なるほど。電力需要よりもたくさん発電しちゃうので、余ってもしょうがないので、これ捨てちゃうことになるんです。それはもったいないですね。そう。うんまあもちろん、運転に燃料がいるわけじゃないんですけどね。でも、これ使えた方が当然得なわけですよ。はい。でも使おうとすると、こう今の時点では蓄電池とか使ってやらないといけないので、こう需要をここに移しても、なお余る分っていうのはやっぱり捨てるしかない。ただ熱に変えちゃうってことですよね、捨てる。いや、ね、そう、まあそうですね。だから、太陽光が当たっても電力は出てこないようにするので、結局もうそこで太陽電池が少し太陽で温まって、それでおしまいっていうこと。もったいない。はい。だから、その蓄電池なしという条件であれば、太陽電池ばっかり増やしてもしょうがなくて、太陽電池と一緒に夜も発電する風力発電なり、あるいは地熱なり、水力なり、そういうものも増やしていかないといけない。バランスよく増やさないといけない。そうやってバランスよく増やせば、太陽光や風力が3割、4割のシェアを占めても、蓄電池はなしで済むと。そういう話ですね。逆に、このようにアンバランスに普及させちゃうと、蓄電池がもっと早くいる場合も考えられます。うん、で、まあ、組み合わせて使ってる例を示しますと、まあ、例えばこれ、ドイツの1週間の電力の供給の内訳です。1週間分。だから、ピークが7つあります。横軸は時間なんですね。横軸は時間ですね。これ日付ですね。だからこの月、火、水、木、金、土、日というふうになってて、うん、土曜日と日曜日が電力需要少ないというのが例えば。あ、そうなんですね。はい。はい。縦軸が発電量なんですが、この黄色い部分が太陽光です。昼間だけ発電しています。なるほど。わかりやすいですね。それは。はい。で、この黒い線が電力需要なんで、まあ、その昼間だけ発電する太陽光がよく合ってるけれど、夕方の部分はちょっと間に合ってないっていうのが、例えば見取れますね。空白がある。で、そこの部分を火力発電ちょっと増やしてもかなってる。なるほど。でも、この、その下に灰色の部分がある。これ、灰色っていうか、薄緑色、はい。この部分が風力発電です。大きいですね。これ、だからまあ、風強い弱いに応じて発電量大きく変わってはいるけれど、基本的にはどの時間もずっと発電してるんですね。なるほど。で、夜も発電してるので、まあ、太陽が沈んだ後でも、それなりに再エネで、電力を賄うことができると。なるほど。そんな状況になってるわけです。だから、こういうふうに、風力と太陽光を組み合わせると、完全じゃないけど、バランスはずっと良くなると。
だいたい太陽光の発電量1に対して風力の発電量が2とか3ぐらいになるのがいいんじゃないかというのが、一般的なバランスですね。なるほど。これ、下から見ていくと、バイオマスがあって、原子力があるんでしょうか。そうですね。はい。で、その上が、そこが化石燃料なんですね。そうですね。この辺が化石燃料と、あと、青がこれ水力ですね。あ、水力と。化石燃料と水力を変動させて調整してるっていう。そういうことですね。そういうことになるんですね。ドイツでこの変動してる水力は主に揚水ですね。日本みたいにダム式の水力は少ないので。はい、あ、そうなんですね、うん。日本はダム式の水力だけで1割近くいきますんで、その分の調整力はもっと大きいですね。なるほど。まあ、つまりその調整力のある電源がやっぱり必要なんですね。まあ、そういうことですね。なるほど。で今はその調整力として火力を使っているけれど、それでもこうやって風力や太陽光が発電した分だけ、火力で使う燃料は減らせていると、そういう状況ですね。なるほど、はい。で、出力予測の話ですけど、さっきもちょっと言った通り、こう天気予報を使うと、明日風力や太陽光がどれぐらい発電するかというのが分かりますので、明日は曇りです、ちょっと予測の精度も良くないぞという場合は、じゃあちょっと明日は多めに火力発電を待機させとこうという話が、判断ができますし、明日はよく晴れて発電するし、精度も高いよっていう話だったら、じゃあ明日はこことここの火力発電完全に止めてしまえって、そんな判断もできる、燃料を節約できると、そんな使い方ができます。ここでちょっと思ったんですけど、今まではその火力発電がずっと日本の電力というか、世界の電力を担ってきたのに、後から来た太陽光に合わせて化石燃料というか火力発電所が調整しないといけないんですよね。そうです。なのでその他火力発電の会社が太陽光発電をやってるんだったら、まあ納得すると思うんですけど、太陽光発電の会社とその火力発電の会社多分違うと思うんで、その時火力発電はそれでも納得するんですよね。だからそのまま何もしないと火力発電所が経営が成り立たなくなっていくんですよね。そうですね。発電する要するに売れる電力が減るわけですからね。そうですよね。しかも後から来た太陽光とか風力に合わせてっていう、そういうのはどういう理解で、だからそこはやっぱりそのままだと火力発電所自体がなくなっていざって時に困りますよね、はい、今の日本も割とそういう状態になっちゃってるんですけれど、はい、その今までは火力発電所は電力をたくさん売る量を売ることで経営を成り立たせてきたのが、これからはいざという時の縁の下の力持ちとして維持されてることに価値があると、うん、なるほど、うん、いざという時によし俺の出番だっつって電力を支えてくれる、そういう役割をしてくれること自体に対してお金を支払うと。なるほど、はい、調整力としての価値っていうこと。そういうことですね、うん、なるほど。そのように役割が変わっていく、やっぱり今でも重要では変わりない、でもその働き方は変わっていくと、うん、そういうことになります、ね、なるほど、はい。このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクからこの地図の解説動画、そして地図の電子データもダウンロードできますので一度見てみてください。